おはようございますす高野雲です、えー、先日、私はですねトニー・ウィリアムスの「スプリング」について語った動画をアップしてその中でですね、えー、CD 私持っているのは CD なんですけれども、あのー、スプリングの,その解説というかライナーノーツを書いているのは由井翔一さんだったんですねでなんかトニーのバイオグラフィーばっかりで終始していて最後その肝心な「このスプリング」というアルバムそしてその,あのスプリングの各曲に対しての解説は全く書いてないですよ。 っていうようよよな話をしたんですよね、まあ、実際、ダイナーノーツを読んだりとかもして語ったんですけれどもそしたら、ですねあの広瀬橋本さんがさっき郵便が来てですねで中を開けるとですねなんかレコードの帯のカラーコピー「ですねスプリング直輸入版ブルーノート」若手モダンドラマーのナンバーワンが気鋭のバックアップで本邦初登場ブルーノートレコード発売元 あモダンジャズの宝庫発売元東芝音楽工業株式会社でアンソニー・ウィリアムズ50相談スプリングエキストラエコーフロームビフォアラブソング T というですねあの帯のカラーコピーとですねそれであのそのそ多分 LP の中に入っていた解説ですよねでそれのコピーが、えー 六つ折りになって入ってたんですね「岩波洋蔵って書かれてますねでそれだけなんですね特に時効の挨拶とか送るので是非読んでくださいとかそういう文面手紙みたいのは特に入っていなかったんですけどまあこんなのもあるから取り上げろやというような意思表示なんだろうなと。 思いましてですね、はい、わかりました。そうですね。あ岩波洋想さんの解説があるってことを知りませんでしたね、ということをですね、じゃあ、読みますね、ということを、まあ、多分こう、動画で作れという命令だと私は解釈いたしましてですね、はい、読み、読ませていただきますよ。えー、岩波洋想さんが書いていたとは知りませんでしたね。スプリング・アンソニー・ウィリアムズ50相談って書いてありまして、えー、っと、 これですね、若き天才ドラマーアンソニー・ウィリアムズでアンソニー・ウィリアムズはまずモダンドラマーとしてマックス・ローチ・エルビン・ジョーンズ以来の祭人との呼び声が高いボストン近辺で仕事した後ジャッキー・マクリーンの推薦でマイルス・デビス・クインテッドに加わってその才能は天下のジャズファンから認められることになったと1945年の12月12日のシカゴ生まれというからまだ22歳の若さにもかかわらず完璧なテクニックを持ちその音楽的センスはベテランも顔負けする 顔負けの鋭いものを持っていると、で音楽の勉強を始めたのは1955年の9歳の時であるボストンでアラン・ドーソンについてドラマを習ったと、またこのアルバムでも第1作でも共演しているテナ・サックスのサム・リバースでも初期の彼にいろいろなアドバイスを与え、音楽的指導も行ったと。 2人はよく一緒にボストン即興演奏アンサンブルに加わって実験的コンサートのシリーズにも出演したと。2人は音楽的にも共感し合っており、マイルスのグループからテナーのジョージ・コールマンが対談したとき、トニー、アンソニー・ウィリアムズの愛称はマイルスにサムリバースを推薦。一時、サムリバースはマイルス・デイビス・クインテッドのアルバム あのアルバムじゃないメンバーだったことがあると。で、トニーは1962年の12月にニューヨークに移り、ジャッキー・マクリーンのコンボと一緒に仕事をしたり、コンサートに出演したりしたと。この頃のマイルスは、トニーのドラムを聴いて気に入り、マクリーンの推薦もあって、マイルスはトニーをメンバーに加えた。以後 今日までマイルスグループの最も重要なメンバーの一人として活躍してきたが、マイルスグループの暇な時には、ニューヨークやボストンで他のグループに加わって演奏をし行ったり、レコーディング加わったりして、大いに演奏の機会を利用してきたと。で彼の才能は批評家にも高く買われ、1964年にはダウンビート市の国際批評家投票で新人ドラマの第1位に選ばれている。そして初リーダーアルバムは、1965年にブルーノートからライフタイムと題されて発売されたが、このスプリングはトニーがリーダーとなっ,てなった2枚目の LP であると。 でトニーのドラムは軽快でシャープなセンスを持っているがこれまでベースドラムの軽,軽さがやや目立ったが最近になって この欠点も直され、ベースドラ、まあ、バスドラのことですね。まあ、トニーの使ってるバスドラ、ちっこいですからね、なんか、ロータムは、まああの、ロータム、タムと、ポン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 ってあるじゃないですか、あるじゃないですか、ポンポンポンって、ほらあの、ドラムセットであの、スネアドラムでパシンパシンって叩くやつを、もうちょっと上の方に、こう斜めになってあの、セッティングされているポン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 って音あの音程が小さいタムだと、ポンポン。 ボンボンでロータムっていうのが、まあ、ドラマのセッティングで言うと右側左利きドラマは逆かもしれませんけど基本確か右側ですよね右側にドンと床からこうあの垂直に設置されたのをあのロー、まあ、音がロー低い音の出るタムタムロータムっていうんですけどほとんどそのロータムとを寝かしてバスドラにしたんじゃないかぐらいの小さな、ね、小口径の あのバスドラムを使ってましたからね、まあ、後に大口径のバスドラムになりますけれどもね、多分マイルスコンボの頃は、かなり映像とか見れば分かりますけれども、トニー・ウィリアムスが使用しているバスドラムっていうのは結構小さいんですよね、光景がね。だから、ロックとか普通のバンドのライブにの映像とか、まあ、ビジュアル見慣れてるとすると、あんま多くの人も無意識にこう、見 覚えてると思うんですよ、ね、なんか今見慣れたドラムのセッティングよりもなんか小さいなと思うはずなんですよね。で 多分そのことを指摘していると思うんですけども、だからあの音程が高いというかね、ドスン、ズドンじゃなくてコンっていう感じの音なんですよね、やっぱり光景が小さかったりするとね、だからそれが改善されたのかね、このスプリングの頃っていうのは、まだ小さい光景のバスドラを使ってたような気がしますけど、わかりません、そのちょっと時系列よくわからないので、えーまあ、とにかく岩波さんの指摘だと、まあ、あのドラムはまあ、 あれですねちょっと今までは軽すぎてという欠点があったんだけれどもその重厚さが加わってとそれで、まあ、このあたりをこれを機会に少しドンドンドンになったのかコンコンコンがドンドンになったのかもしれませんね、えー、重厚さを加えこの頃サニー・マレー的なニュージャズのドラミングも吸収トニーのドラマはここへ来てまた大きな変化を見せたのであると若いだけにまだまだ成長の可能性を持った 楽しみなドラマーであるとでこのアルバムは特にアンソニー・ウィリアムズの最も気の合ったメンバーを集めて演奏した野心作で彼はドラマーとしてだけではなく全曲を書き下し作曲の面でも大いに才能を発揮しているとで吹き込みメンバーは次の人たちであるとアンソニー・ウィリアムズドラムズウェイン・ショーターテナー・サックスサム・リバーステナー・サックスハービー・ハンコックピアノでゲイリー・ピコックがベース1965年8月12日録音となっていますね で、共演者のうちウェイン・ショーターはアンソニー・ウィリアムズが加わっているマイルス・デイビス・クインテットでの同僚であり音楽的には先輩のショーターに教えられるところがたくさんあるということだショーターは現在マイルス・デイビス・クインテットの音楽監督を務めておりいつもショーターの編曲で演奏しているだけにショーターとは実によく息の合ったプレイを聴かせていると1933年8月25日ニュージャージー州の生まれもう一人のテナー・サックスサム・リバースはトニーが若い頃指導を受けた ジャズメンの一人であり、師であると同時に親友でもあったプレイヤーだ。トニーは第一作ライフタイムでもサムリバースと共演していた。1930年9月25日のオハイオ州生まれ。ピアノのハービン・ハンコックもマイルス・デイビス・クインテッドの一員で、トニーとは毎日のように顔を合わせている仲間である。トニーの進歩的なドラミングには最もぴったり合ったピアニストであろう。ビレバンスの影響を受けたリリカルなタッチと新種類派的な新しいコンセプションを持っている。 現在、ブルーノートの専属アーティストとして活躍しており、若手で中堅クラスのピアニストとしてはトップを行く人だ。1940年4月12日のシカゴ生まれ、映画、欲望の音楽を書いたり、作曲家としても良いセンスを持っている。ベースのゲイリー・ピーコックは抜群の才能に恵まれたベーシストであり、彼のベースはソロとバッキングの両方に才能を発揮する。1935年5月12日のアイダホ州生まれ、 白人なので、ポール・ブレイ、ジミー・ジュフリー、ビルド・エヴァンスなど、白人の音楽家とも付き合ってきたが、一方、プリンス・ラッシャ、アルバート・アイラーなど、黒人のニュージャズ派とも付き合ってきた優秀なベーシストであると。で、以下、曲の解説ですね。えー、待ちに待った曲の解説ですね。<laughs> で、読んでいきましょう。まず1曲目のエキストラ、えー。早いテンポのリズミックな演奏で、アンソニー・ウィリアム,ズ,アリアムズのブラッシュワーク。 これに絡むゲイリー・ピーコックのビビットなベースプレイが,が緊張感とスリルを生み出しこれに対応して進行するテナー・サックスが抽象的なラインを形作っていくとやがてベースとドラムだけによる演奏となりトニーのダブルテンポのシンバルワークとピーコックの幻想的なベースソロとが一体となって興味深いプレイを展開すると で、再びテナー・サックスが現れ、テナーによる革新的プレイが聞かれるが、ベースやドラムはこれに従属する,革新あ従属することなく、常に独自性と独立性を発揮して進行するところが興味深い。完全にニュージャズといっていいフリーで新しい演奏だと。で、エコーですね。えー、このアルバムの曲は全てトニーのオリジナルだが、このエコーは 自分のドラムソロ用に作曲した曲である全く一人だけで演奏されるものでジャズにおけるドラムという楽器の可能性を追求してみせるその衝撃的なプレイにはソニーマーレーなどニュージャズのドラマーに通ずる斬新な手法が見られパーカッションとしての新しい可能性を開いてみせるドラムという楽器が単独でどこまで魅力を発揮できるかをこの曲は示している トニ,ーがね、トニーが年齢的には若いけれども素晴らしい表現力を持ったドラマであることをこの1曲が証明している。まあドラムソロの曲ですね、こうね。最後のカコって音で終わるところが私好きですけどもね。で、次が、えー、From Before ですね1曲目の。1曲目と2曲目には登場しなかったハービー・ハンコックがこの曲に初めて登場。セシル・テイラー的とも言うべき、現代音楽的なコンセプションのプレイを見せており、ピアノのパーカッシブな一面も捉えた演奏を聴かせている。 ハンコックは美しいタッチでこれまでにない乾いた叙情とでも言うべき独創を繰り広げているそして演奏全体は非常にフリーなコンセプションによって進行しておりゲイリー・ピーコックのベーストニーのドラムもリズミックな面で自由な動きを示している今日言うところのニュージャズの形をとった演奏であるがトニーの演作品は構成が非常にしっかりしており故エリック・ドルフィーやセシル・テイラーたちが好んで 演奏したもののようにニュージャズの中でも特に思考性の強いインターレクチャルな方向をとっているのが注目されると。で次 B 面ですね。ラブソング。この曲はラブソングというタイトルのせいもあって美しいテーマを持ち比較的率直でエモーショナルな演奏が展開される。トニーのドラムはオーネット・コールマン・クワルテットのチャールス・モフェットに通ずる軽快なスイング感に満ちているがこのトニーの軽やかなドラミングには 軽やかさの中にビビットなものとパンチが秘められており全体を快適にスイングさせていると。で、テナーサックスのソロに続いてメロディックな面とリズミックな面の両方を見事にバランスさせたピアノソロが現れる,現れると。で、トニーのシンバルワークの魅力とともにソロイストたちのフレッシュなコンセプションに満ちたソロを聴くためのナンバーであろう。 トニーが作曲家としてもドラマーとしても一流の腕前を見せた演奏であると。で、最後、ラストが T ですね。再びトニー・ウィリアムズのニューコンセプションを生かした作品であり、ウェイン・ショーターのフリーで幻想的なテナーサックスソロが新しいフレーズを打ち出し、ダイナミックでエネルギッシュなプレイとなっている。テナーソロとしてはこのアルバムの中最大の聴き物だ。全体の演奏はモード手法にも基づいており、ハービー・ハンコックはセシル・テイラーにも通じる リズミックでパーカッシブなピアノ奏法も見せている。これに絡むゲイリー・ピーコックのベースも新しいスリルを生み出している。トニーは、のはトニーはとしたリズムを送り、いかにもあ、まあ、生き生きとしたか、生き生きとしたリズムを送り、いかにも意欲的な若者たちによる演奏といった感が深い。以上って感じですね。発売元、東芝音楽工業株式会社、まだ EMI という えー、3文字は見当たりませんね、これ、だいぶ、あれですね、本舗初登場なので,で、しかも直輸入版ってありますね。ってことは、輸入版にこう、東芝が輸入代理店としての、発売した頃のあれなのかな。 輸入版に帯とライナーノーツをつくっつけて追加して発売したやつを広瀬橋本さんがお持ちだったということなんでしょうかね。まあ、いずれにしてもね、スプリングはいいアルバムですよね。まあ、個人的にはやっぱりね、あまあ、レコードで言えばですけど、やっぱり A 面の方がシャープで好きなんですよね。B 面、まあ、雰囲気感が変わるのでいいんですけどね、ラブソングとか。だからラブソングになるとちょっと前の時代に引き戻されちゃったかなって感じがして、まあ、個人的にはですね、まあ、スプリングってアルバムめちゃくちゃ好きなんですけれども、 まあ邪道かもしれませんけど、ラブソングだけ私飛ばして聞くことが多いんですよね。なんか、なんかちょっとハードパップしてるなみたいなね。まあ別にハードパップ嫌いじゃないですけど、今までの雰囲気があの構築されてきたこう空気がガラッと変わっちゃうのでね、ちょっと、あのだったらもうもう一曲飛ばして t に突入っていう聞き方が多いんですけど、まあ邪道ですね。なんて聞き方してんだって感じですけど、まあもちろんラブソングもいいんですけれども、なんか あくまで個人の感想ですけれども、この曲だけ、なんか、アルバム、このアルバムの中では、ちょっと浮いている感じがするような感じがしますけれども、皆さんはどうですかね <laughs> 例えばほら、あのマイルスのソーサラというアルバムの最後に、ほら、ボブ・ド・ローのアルバム、アルバムじゃない、歌が入っているね、Nothing Like You でしたっけあれ、あれが浮いてるのと同じような感触。 かなせっかくこのソーサラ独特のダークで沈んだ雰囲気で終わったかなと思って「おちょちょへちょえちょペロいちょはい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 みたいな歌が、まあ、あれはあれで私好きなんですけども一挙になんかちょっと打足感が否めないみたいなね、まあ、そこまで違和感はないんだけどねあのラブソングはねだからまあねあとほら YMO で全然ジャズじゃないんだけど <laughs> YMO が再生した時にテクノドンってアルバムを出したじゃないですかですごいアンビエント色の強いアルバムで私大好きだったんですけどそれ結構ねあのもう結構衝撃だったんですよねあの、まあ、就職したての頃で、まあ、新入社員でまだ研修中だったので当然再生ライブなんかに行けるはずもなくですね まあ、しょうがないないって感じ <laughs> 仕方なかったんですけど、まあ、その再生ライブ東京ドームで行われたあの少し前に発売されたテクノドン聞いたらやっぱり今までとは違った、まあ、音色そして非常に結構アンビエント色の強い、あのーね、感じになっていてですごいリピート繰り返しが多くてこうメロディーのそういうメロディーというか曲の まあなんていうのか AABA みたいなあの主旋律があってサビがあってっていうような旧来のそういう,う本当にがんじがらめの構成チックなものとはまた違うなんか先鋭的な感じ、まあ、まあ当時先鋭的にもっとニューヨークとかねドイツとかだともっと先鋭的なこうアンビエントだったりとか、まあ、ハウスとかいろいろ。 まあ,ね、あとアシッドジャズとかがもうぼっしてあとデトロイトテクノとかが没っしていた時の,の中でもそういうのを吸収してそれをまあさらに YMO 流に料理して吐き出されたもう彼らにしか生み出しえない本当独特なもうこのアルバムで完結しているような素晴らしいこう統一感というかテイストを保っていた。 中に、最後に、プレスリーのロロロロロロロとあのポケットに虹がいっぱいが入っちゃって、それがやっぱり打足感というか、私はあれ一番嫌なんですけど、嫌でやってたあれなんですけど、なんかめちゃくちゃ違和感感じちゃったんですね。アルバムの最後、おまけのようについているかで、まあでも真剣にやってたのかもしれませんけれど、まあ真剣なんでしょうね。まあ一曲ぐらいはちょっとキャッチーなの言えなきゃねっていうような、 考えもあったのかもしれませんが思惑、まあ、メンバーのみならずそういうレコード会社とかそういうのの思惑とかもあって仕方なく入れたのかもしれないしいや遊んじゃえってことで。あの メンバーからも自発的に入れたのかもしれませんけどメンバーの意思でねわ <laughs> かんないけどなんかそこその曲だけも非常にあ、まあ、当たり前だけどほら古い曲だからねメロディーメロディーしちゃっていてめちゃくちゃいらねえのになんて思った記憶があるんですけれども割とそれに近い感じかなせっかくあのシャープで先鋭的で かっこいい尖ったの尖りに尖りに尖ったサウンドの中でなんか急にちょっと前の時代というかねちょっと古臭いっていうと言い過ぎかもしれないけれどもなんか、うん、ぜすごいビビッドな あのデジタル映像を見ていたのに急になんかモノ,クロモノクロとまでは言わないけれどもなんか昭和時代のエモい画像がちょ一瞬混ざってしまってあれってちょっと違和感がガクッて感じちゃうような感じ、まあ、別に昭和のエモい画像は私嫌いじゃないですし、まあ、それでそ育ってきてるむしろ好きなんですけれども、まあ、流れの中でね急になんか景色風景画質というか音質というか,なんかテイストが。 変わってしまう違和感っていうのをあのスプリングの中ではあのー、ラブソングに感じちゃったりしますよね。<laughs> あとは、まあ、似たようなあれだと、まあ、やっぱボブ・ドローが強烈ですもんね。ジャズで言うと、あとなんだろうね。意外と意外とあんまり流れを寸断するようなで、まあほら、昔のジャズのレコードって流れが非常によく考えられていますからね。だからまあ、だから このスプリングの場合もねこのラブソングが B 面に持ってこられたっていうのはまあすごいやっぱ流れを考えられた構成ではあるとは思うんですけれどもねちょっと気分変えて今までこうシャープな気分でねでも結構頭脳をね、脳みそをチクチク刺激するようなシャープでスリリングなのを味わってそれでひっくり返したらちょっと気分変わってっていうふうな構成になると。 思うののでまあ考えられた選曲曲というか曲の配列だとは思うんですねだけどほら私 CD 世代だからね CD だと一気に聴いちゃうことが非常に多いのでね今まで構築されてきたシャープな世界がちょっと1.5歩後戻りしちゃったかなって感じはするんですけども曲自体はいい曲ではあるんですけどもねまあトニーもやっぱりこう作曲のセンスとかやっぱりある人ですからねシスター・シェリルのようなあのう名曲 かね、フォーリーイ,ントルイ,ンインタルードじゃないイン,トルグイントリーグだっけに <laughs>、ねね、収録されてますけどだけど、まあ、いい曲書くけどすごい、まあ、こいつあれだけどメロディーメロディーしててちょ臭い曲作るの得意ですねトニーねドラムはシャープでそういう抽象的というかあれなんだけどあなんかメロディーとなるとものすごく具体的な感じでそのギャップが、まあ、トニーという、ね、ミュージシャンの。 持ち味ではあるんでしょうけれどもね。まあ、そんな風に思いましたね。まあ、皆さんはラブソングお好きですか <laughs> 私もまあ、もちろん嫌いじゃないんだけどね。流れとして、まあ、しもう一曲ぐらいもっとガチガチシャープで、もうぶちゃぶちゃなべちゃべちゃな <laughs>、って言うとちょっと変ですけどね。そういうのが入ってもいいのかな、なんて思っちゃいましたけれども、まあ、 いろいろアルバムなのでねこうバリ、あまりにも似たような曲で統一しちゃうよりも1曲ぐらいそういうのが配された方が箸休めというか、まあ、気分転換にもいいのかもしれませんけれどもね、なんてことを思い出しましたけれども、まあ、いずれにしてもスプリングはいいアルバムですよ、本当にね、しょっちゅう動画でも語ってますけど、まずもうジャケットがいいもんね、ジャケットデザイン最高って感じですよね。はいまあ、そういういことで またまた、なんかスプリング度が高いですよね、このチャンネルね。結構、まあ、この動画始めた初期の頃も、かっこいいジャズとは、みたいな感じで、なんか思いつきで、その時多分ね、地下鉄降りて地下道かなんかを歩きながらしゃ、適当に iPhone で吹き込んでいた中でもう、なんかトニー・ウィルムスのスプリングをについて喋っていたような記憶もありますしね。まあ、いずれにしても良いアルバムですね。はい。 ということで、えー、わざわざですね、カラーコピーまでしていただいて、そのカラー,カラーコピーをまたちょきちょきと、まあ、これカッターですっと切ったのかもしれませんけどね、そこを。 カットしてくださって、で、さらにまたコピーをして、それをわざわざ、あの、お家まで、郵便で送り届けてくださった、広ろしもとさん、どうもありがとうございました。おかげさまでまた動画を一本ですね、何も企画を考えることなしに、サクッと作ることができました。感謝、感激、雨、あられでございます。ということで、えー、今回は、スプリングの レコードに入っていた岩波洋造さんによるですね、ライナーのツを紹介させていただきました。ということで、また他の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。